年内の筆達レベルと学習量と題しまして約1時間程度私の方からガイダンスの方をしていこうと思いますよろしくお願いしますまず上に載っているこのレジメの方を中心に見ていきましょうレジメ一番上の時系列を見てくださいえっと今日10月24日とあります実はここから来年の本試験と呼ばれる,ばれるところまで約34週約34週あります 36, だ36週あります。でこの36週をどう勉強していくのかと。たたきに1月以降1月以降年明けっていうのは一般的にはもう当連です。で当連で科目別当連が行われるのでその科目別当連に合わせて予習して当連受ける。 もしくは、受けた後そこだけ勉強する。ある意味、一科目ずつ強くしていくと。一科目ずつ強くしていくのが、一般的な1月以降のスケジュールです。1月以降ってのは、一科目ずつ強くする。 一方、4月以降になると、いわゆる直前期という形になって、いわゆる通練なり、模試というのは、総合通練になる。午前だけの通練、午後だけ通練という形で、全科目をやりながら弱いところを見つけて強める。弱いところを見つけて強める。 大雑把に言うとこんんなな感じなんですよもちろん細かいことを言えばいろいろありますけどね大雑把に言えば1月からは1か目ずつ強くするで4月以降は弱いところを見つけて強くすると。じゃあ年内はどこまで持っていきゃいいんだろうとそんな話を今日していこうと思います。 ただこれ大前提があります。第1章を見てください受験生のタイプごとを持っていかなきゃいけないレベルは違います受験の年度数そして点数学習を再開しているかどうかこれによってどこまで持っていくかは違ってきます具体的に左側まず受験経験2021この前の試験が初受験の方22回目受験だった方 34回目以降の方これでやることは変わっていきます真ん中本試験の出来これがどっちかでも20問を下回ってしまったなのか基準点ギリギリまでいってるもうその付近なのかまた一番下基準点を超えたのか これやっっぱ変わってきますす右側今の学習状況です正直やってないなのかもうちょ,っとちょっとはやってる本当にちょっととなのかいやもう普通にバリバリやってますよとちょっとまずねあの正直に今のご自身の状況にもしよければ丸をつけてほしいんです。 一、あのー、つだけあの受験経験に関して2回目の方2回目の方については2回目3回目はいろんな方がいるんですで2回目3回目だけどめっちゃ去年までやってるともうとんでもなくやってるけどだめだったって方は4回目に分離してください逆に2回3回なんだけど正直ちょっと勉強そんなにちゃんとはやってないと今までという方は 1>, 1回目受験え、丸1だと思ってください。で、ちょそれをもとにちょっとページを見開きながらご自身のタイプのところを探してほしいんです2ページ、3ページとありまして2ページが初受験の方のタイプ別3ページが受験回数が4回以上のタイプ別。 2回、3回の方っていうのは、これ自分の今までの学習量に応じて、初受験と分類するか、それとも4回目以降と分類するかしてください。で、3ページについてはもっと細くやっていて、次の5ページの方では、点数でまた分けてます。点数で分けています。5ページの方で、基準点スキンの方でパターン5、パターン6。で、下の方には、基準点を超えた方でパターン7、パターン8と入れています。 じゃあそれにちょっと合わせまして説明をしていきます。ページの方は、じゃあまずは2ページの方からいきましょう。初受験、年内の必達レベルと学習量。左側、えっ、ー、と、こちらですが、2つに分けてますが、初受験の方、今回の本試験の出来はほとんど影響しません。国家の学習については。影響するのは、その下、 学習状況です全く始めてないかちょっとはやってるかここで変わってきますでこのパターン1だった場合正直マイナー科目は全部忘れてると思ってくださいマイナー科目以降は一つも記憶は残ってないと思ってください でこれ初受験の方っていうのは本当に抜けが早いんですよ一気にわーっと入れますので終わった後のねの落ち方が散歩じゃないんですでしかももともとマイナー科目なんてもう力まわで覚えてる方が多いんですなんでもう覚えてないと諦めてください学習目標学習をできるだけ早く再開させる そして少しでも知識を戻すことでその下使用科目は割り切ってくださいもうあとい2か月ちょっとしかないんです民法と不動産にも割り切ってください民法と不動産だけに割り切ってくださいただその民法不動産について全範囲を触れるようにしてくださいマイナー科目 もうこれはもう触れるのは諦めましょう下手にマイナー科目をやって主要科目の民法不動産が薄くなるのであればもうこれは今はもうマイナー完全に切り捨てましょう学習時間としてどれぐらいかというとまずこれ平日この平日に関しては本当は2時間3時間といきたいんですが 学習を再開してない方がいきなり始めて2時間3時間って無理ですよくて1.5時間よくて1.5時間ぐらいしかできないと思ってくださいまたえこちら休日のところで何とかちょっと多めに持ってくると午後と,、ね、午後と夜ちょっととかいう形で何とかできればいいというぐらいにしてください 一方右側パターン2の方多少学習を始めているもしくは平日2時間以上はやっているよと,という方この方主要科目についてはなんとか今年の4月状態に持ってってほしいんです今年の4月でいいんですで今年の4月っていうとなかなかきついんじゃないかと思うかもしれませんがあの初受験の方ってぶっちゃけ 4月まではほとんど伸びてないんですよ知識がで4月以降でドーンと上げてるんですなんでそんなに難しいことじゃありませんもっと言っちゃえば初受験の方は456の3か月でガンと上げたのを今年は1月2月3月含めた6か月で上げる6か月で上げると思ってください 3ヶ月で上げたのを6ヶ月かけて上げていくんだと思ってください。そのため、使用科目について、もし覚えている限りです。今年の4月まで何をやっていたか、今年の4月まで何をやっていたかっていうのを思い出して、そこまでできていれば、御の字です。そして、マイナー。できればね、 民訴は早めに片付けてほしいの民事訴訟は学習時間が結構取られますというか取らないと長期記憶になりづらいんですよ憲法刑法はって言ったらなんとかあれってまあなんかすぐ思い出せるんですでも民訴ってもう言葉もよくわからないし なん,とな,くなんとなく丸抜と覚えちゃってるしこれが本当に長期憶になりづらいのでミンソは何とか早めに始めてほしいそして学習期間学習時間としては平日始めてみても2時間ぐらいいけると思うんですで休日には4時間ぐらいやっぱり同じぐらい持ってきてほしいのとなります ちょっとこれ両,両方に共通するなんですが補足見てください。学習再開が難しければ秋から当練を始めるのも一つの手です。下の方に注意書きで生鮮当練、えー、必須論点択一編というものをご紹介で入れております。うう具体的に言うと、えっと、今回、えっと、皆さん生クラスの方あのパンフレットの方がお手持ちにあるかもしれませんがそちらの方18ページになります今画面の方に開けておきます。 えっと、年内からの択一答練なんですがこれは論点的にはこちら上の方に正答率70%以上の問題だけを過去のものから持ってきました難問は基本ありませんでなおかつこちらなんですが一問一問森山講師がもう私は見てました森山講師が一問一問見てこの足はやめてくれこの足は外してくれとっていうふうに講師が一足一足検討している答練なんです でしかも、えっと、20ページ見てほしいんですが、えっと、論点範囲を完全にがっちり決めていますどこから出すということを完全に事前に公表していますで予習して受けるもよし予習せずに受けるもよしある意味強制的に 当連だけで一回し当連だけで一回しができます。ということで例えば自分自身で能動的に始めるのがきついという方はある意味当連を始めてしまってそこで強制的にスタートかけていくというのも一つの手だと思います。 じゃあ今度はページ3ページの方に行きましょうパンフレットのほうは結構です、えー、第3章受験回数4回以上年内の必達レベルと学習量パターン320問未満で学習を再開していないもしくは多少始めているという方。 学習目標あのちょっとこれこう書きましたぶっちゃけ言います受かかる気はありますか下にちょっと表入れたんで見てほしいんで,いんです横に見てほしいんですが令和3年度の受験結果が出てきます。万 4, 人実感して基準点突破したのが 人いるんですです基準点突破したら受かるのかって言ったらその後の比率見てほしいんです55%なんですこれ基準点に行けば合格まであと一歩という時代じゃないんですよ基準点に行っても50%しか受かんないんですでもっとひどいこと言います その横に、ね、基準点突破したが総合点に届かなかった方の人数を入れました卓一起一全部基準点に行きましたでもね総合点に届きませんでしたとある意味言い方悪いんだけど合格予備軍です合格予備軍です。合格予備軍が 500人いるんです合格者が613だいたい600程度ですそのうち500人がもう来年受かる可能性が高い人がもう500いるんですよその状況にも何も変わらず基準点に行かなかった行かなかったにもかかわらずこれで勉強をね本格化してないというのはどういう状況だということです 一番下見てください基準点に届かなかったというのは惜しかったでも何でもありませんあなたは今年勝負にならなかったんですでその勝負にならなかった状況でなぜ学習を始めないんですか何か変えるべきなんです勉強の時間 質、方法、何かを劇的に変える必要があるんですこの試験ってはっきり言えばある程度やってればある程度は取れちゃうんですよでもある程度しかいかないんですもし今このパターン3の方もう今の話を聞いて根本を殺すと もうそう思っていいですそう思っていいですがそれと前提然同じぐらいねあなたいつ受かりたいのとそれをもう一回見つめ直してほしいんです例えばもしこれでねあのどうしても時間が取れないんですと今のね学習状況だとね今のね家庭環境と考えたら時間が取れないんですとというんだったら例えばそれはそれ一つねあの勉強の期間っていうのを見つめ直すのもいいと思うんですよ 例えば来年もちろん受かりたいけど本当の本命は再来年にするそれとかもしそしもし来年じゃなくて再来年にするっていう場合今年1年間の学習内容は思いっきり絞っちゃうそれとかものによってはちょっと勉強時間なんとか取れるように仕事の調整をするというのもあるしただぶっちゃけ来年時間を確保するために 今年はもう仕事に専念するで実際それで受かった方がいるんです。あのとある年にもうちょっとこれはかんない本人分かんないように言いますが確か5回目から6回目の方ですその方。で勉強時間が平日よくて1時間とで休日もよくて3時間しか取れないと。で基準点なんか行くところが2 0行ってないと。 で今年はどうなのって言ったら多分同じぐらいですと受かりたいのって言ったら「いやそれはもちろんです」でも「条件は許さないんですと」とでその方にちょっといろいろ説明して、ね、結局その方にお願いしたのが「もう今年1年はもう仕事に専念しなさいと」とで来年以降何とかできないか職場環境なり何とかできないかってことを言ったら結局その方ねえっと年内で仕事 をやめて、年明けから、あのね、勉強じゃなくて、就職活動をしたんですね。あの勉強時間が取れる、就職活動をして、本命を翌年したんですね。ぜひ、ちょっと考えを、改めてください。じゃあ、改めて、おめんなさい、上の方行きましょう。パターン三、続けます。えっと、主要科目。 全範囲につき1から2、読み込みまたは過去問演習1から2と書きましたが、本音を言えば4から5をやってほしいんです。あの、この手のパターンの方、このパターンの方にすごい多いのが、一つ一つをしっかりやりたいと言ったせいで、結局一科目終わって、その科目次に触れるのが4ヶ月後、5ヶ月後と、すんごく長くなっちゃうんですよ。で、また一つ一つ丁寧にやりたいって言って、 またね、その4か月後、5らいになった時に、ああ忘れてるってなってまた同じことが始まっちゃうんです。このタイプの方できればもう範囲をある程度絞ってでなおかそれを回数を増やしてほしいんです回数を多くしてほしいんです。で いつも、ね、私言われるんですよ、あのー「過去問は何年からやればいいですか?いや」「水車はこれぐらいだよ」「もっと絞ってくれませんか?」「いやでも年度で絞って難しいよ」「そうじゃなくて年度で絞ってほしいんです」「何年から何年までやれば許してくれるんですか?」「いやそうじゃなくて難しいもんでも優しいもんあるし」と。で何度も言われるので、ね、どもう散々言われたので今回書籍を作りました今回ねあまりにもいろんな声を聞くので。 過去問を絞るっていう書籍を作りました。これがポケット版卓逸過去問アシスというものなんです。ちょっとこれちょっとパッと見開きしますと、あのー、何かっていうとあのー、過去問の中でもやっぱ文章が長ったらしいものいっぱいあると思うんです。省きました。で過去問の中でも結構あの古い問題とかでもう一回しか出てないと、古くて一回しか出てないと、でそんなん絶対二段三段くるくるわけないんですよ。 外しましまたあの教授と学生って演習しづらいよね外しましたで繰り返しがしやすくていわゆるダブル A と A の問題に絞った問題集を作りましたちなみにちょっとこれ多分レックの書籍では初めてだと思うんです問題集関係では二色ずりですでこいつ こういう形で使うこともできるしまた答えのところ答え自体を赤字にしているのでいわゆる赤シートか何かでパッと見で答えが分かるようにしますでまたちょっとこれはこだわったんですがぶっちゃけどこ読めばいいのと解説でどこ読めばいいのとというのが分かるように赤字を入れるようにしたんですここだけここを読んでくださいねと。 に赤字を入れました。で、それがちょっと今回作った。この。合格ゾーンポケット版卓一過去問足集というものなんです。で、もしどの問題に絞ってやってやったらいいのかというところがこれ決めきれない方。今ちょうど民法が出た。民法の1が出たのかな。これから随時発刊されますので、もし絞って回数を増やしたいと。 い、う方はこちらおすすめしたいと思います。で、実はこれにちょっと連動して、ちょっと講座も作ってみました、えっと、レジュメ4ページの方を見てください。1日、えっと、2か月で制覇品質学問集中講座、1回15分の60回の講座。 あの狙っているのは何かっていうとこんな感じ見てもらっていいですかね、あのー、通勤中にスマホでやるスマホで問題見れるようにします通勤中にスマホで問題見て「うんそうだね」ああ丸ああ丸「うん×と」「ん×」「×」とでうちに帰ったらあでそれで終わった時にね「今日は何ページか何ページまで進めてくださいねと」というふうに私がアドバイスを入れますでうちに帰ったらその部分をこれを解くと。 いう感じでえっと二ヶ月で全部二ヶ月で全部できるようなカリキュラムにしている講座です。あのー、ぜひまずこちらの書籍あのー、今埋めたにあんのかなもしなかったら後と後ろに出ておきますのでぜひ一度一回手に取ってみてください。あのー、これ二色釣りっていうところで目が痛くなるんじゃないかってご質問を受けたんですけどこれなんですけどもともと他の講座えっと社労士かな社会保険労務士でやっているあのこの書籍のあのアイディアを全部もらったんです。 目が,痛くなあの目が痛くならないような色の濃さとかいうのを考えて作っているのであのぜひ見てやってください戻りましょう五ページの、えー、っと4ページが四ページを戻りくださいよしじゃあ次なんですが次パターン4あごめん間違えた、えっと、マイナーだごめんマイナーマイナーについてはもう年明けからスタートですもう年内そんなにこだわらないでくださいで学習時間 平日1.5休日4時間になりますがぜひこれは倍ぐらいは欲しいなと思います。本当はこの倍欲しい初めはこれぐらいしょうがないけど本当はだんだん、ね、倍ぐらい平日3休日8ぐらい持っていってほしいなと思います。一方このパターン4。 本試験が20問未満どっちかが20問未満で学習時間、まあ、ある程度やってるよという方学習目標下記参照使用科目ってとこですがごめんちょっと午前と午後って消しちゃって午前と午後消しちゃってごめんなさい誤植でしたごめん午前午後と午後午前午後って消しちゃってすいません使用科目については過去問演習を12回やってあのね目標値を立って,て過去問の正答率を 最悪でも6割。できれば7割と、もうね、目標値を作ってほしいんです。できれば足レベルで。で、できれば毎回毎回演習した後に、今日の正当率っていうのをまとめていってほしいんです。今日の正当率をまとめていって、で、それで、一回回した後に、正当率が低い科目。正当率が低い科目だけ、2回し目に入ってみると。 ぜひこれ、正当率をね、出してみてほしいんですよ。どうしてもね、あの、なんか勉強ってやってると、自分が苦手だなって思ってるけど点が取れる科目と、自分は得意だけど点が取れない科目って出てくるんです受験勉強ですから、やんなきゃいけないのは、苦手だと思ってても点が取れるのはいいんですよ。点が取れないのをやんなきゃいけないんですなんでぜひね、正当率を作、出していってほしいんですよ。 でその時にどれぐらいの問題数に絞っていけばいいのかといったっその目安を癒やしてください。ページの方ちょっと9ページ開けてもらっていいでしょうか9ページ、参考資料と入れておきました、えっと、推奨する過去問年度。 優しいものから難しいものまでありますので、そんなあたりは勘弁してください。えっと、もし年度でもし言うんであれば、こちら、民法、不当法、会社法と載っていて、推奨、本当はここを推奨するよと。っていうのと、むしろじゃ時間が取れなければどのあたりという形で分けました。この辺りをぜひ参考にしてみてください。まあ、ちなみに、あの、民法の時間が取れない方用が、 平成10から20とむしろ遡ってるのは理由がありますあの21年以降文書長いんですよあの文書長いのやっても知識の確認ってやりづらいんですね知識の確認って実は古めの問題の方がやりやすいんですとこで民法についてはちょっと古めのものをまず、えー、お勧めします で不動産について時間が取れない方、一応10とはしましたが、極論20というふうに絞っちゃってもいいと思います。10からっていうよりも20からっていうか、もしくは10から20でもいいと思うんです。このあたりもね、実は民法と同じように、20年より先が文章長いんですよね。なんで、むしろ10から20というふうにするのもありだと思います。 ぜひやってみて、正答率が7割いくようにすると、これね、意外とやると、科目のばらつきが多いんですよあちなみにうとあのマイナーやると、ね、正答率7割で聞かないから、マイナーやると結構危ないから、あの主要科目ですね、主要科目でこれ正答率を出していってください。 よしじゃあ続いて今度はページは5ページ以降にいきましょうかちょっと待ちましょうかねパターン5、えっと、基準点付近学習状況は再開してないその方 学習する習慣を戻すことを目標にしてください具体的な主要科目全文や一問ずつ解く一問ずつ解くこれをおすすめしますどの問題を解くじゃなくて一問だけやるちょっとこんな感じこれ過去問集って、まあ、分厚いですよ でこれを例えば条を頭かかかららやったら全部終わるるまで何問かかるんだと例えば即時取得っていう単元が来たらその中の直近の問題1問直近の問題を1問やったら次の単元いっちゃうで次の単元の一番直近の問題どうだこれだと。き過ぎたこれいいかな 直近の問題。この問題をやったら次に行くと。いう形で、直近の問題1問やって次に行く。1問行く。やったら次に行く。という形で、勉強する習慣を取り戻してほしいんです。で、今ね、私直近の問題と言ったんだけど、できればもちろん直近でもいいんだけどね。パッと見、文章短いもの。文章が短いものを選んでしまって、1問やるって言った方がいいと思うんです。 それで勉強の習慣を戻していってください。で次マイナー科目これに関して民葬は同じく繰り返しますが民葬はできなくもう始めてほしいでもそれ以外はどうしても一時記憶になってしまうのでそれ以外まで手を出すかどうかは任せる学習時間始めてなければ1.5はもう精一杯休日 2から4取れればいいと思います一方横パターン6本試験で気が基準点付近学習状況は多少始めていてもしくは2時間以上やってるよという方目標今年の4月レベルにする昨年の4月のトーレンとまあ今年か今年の4月トーレンと同じ点数に持っていきましょう、あのー、これもやってもらったことがあるんですが 去年やってるレン、ファイナル編でいいと思うんです。ファイナル編の1回と2回、ファイナル編の1回と2回を、ぜひ、年末にやってほしいんです。で、点数を比べてほしいんですよ。ファイナル編の1回、2回をね、年末にやってみて、点数を比べてほしいんです。ぶっちゃけ下回ってるはずなんです、本当は。 普通にやったら下回ってるはずなんですよ。それが同じ数値に近くなるように努力してほしいんです。同じまでいけばもう同じすぎます。去年の4月レベルの状態が1月、12月まで来てるっていのはすごい良いことです。じゃあ、そのために何がいるかと。っていうと、その下。ぜひ、このレベルの方、やっぱり同じなんですが、アウトプット素材。アウトプット素材をメインにしてください。 で、できれば、その、去年やったアウトプットの問題が、2回程度できればいい。で、今年、アウトプット素材も、一番やってたやつにして例えば、去年、年度を絞って問題を解いていたんであれば、その、去年、一番年度を絞って繰り返した教材とか、なんかあると思うんですよ。その、去年、一番やってた問題集を、2回程度回してほしい。次、マイナー。 できれば始めてください。でただポイントはその下なんですが時間をかけて記憶の定着を図る記憶の定着を図るこっちに時間をかけてほしいもちろんマイナー科目っていうのは一時記憶になりやすいそれはわかりますでも長期記憶になったらやっぱ強いんですよ なんでこのレビューの方、特にこのマイナーの記憶の強化マイナーの記憶の強化に努めてほしいんですでじゃあ、この記憶の強化ってどうすればできるかっていったら多分2つだと思うんです理解と暗記作業時間かける理解の時間時間勉強と単純暗記今度どっちかだと思うんですよそしてごめんなさい、1個言いの焦た。 でこのパターン6の方ぜひこのアウトプットの8割、えー、12回と言いましたが8割を目指してください去年使ってた問題の8割以上の正答を狙ってみてくださいちょっとね最近になって思ってるのがあの、ね、目標値を立てた方が人間ちゃんとやるなってことが分かってきたんですよ あのちゃんとやるようにっていうねアドバイスを昔やったんですけど2年ぐらい前ぐらいから何十パー以上の正答率にいくようにっていうふうに言ったらねやっぱ違うんですよその後の学習のやるっていうのがなんで数値目標を作ってそれに合わせてみてほしいんですで下学習時間えっと休日の方ちょっと多めにしてほしいなとは思いますただ補足のところ ここに要注意してほしいんですあのー、どうしてもねそこちょっと一個立ち回ってねじゃあなんでそうなるのかその知識の理由は何なのかっていうのをぜひ思い出してほしいんです単純に知識の確認だけになってたらちょっと一旦止まってね あじゃあなんでこれ丸なんだっけと高校こう,こ,うこういう条文があるんだよなとじゃあなんでそういう条文になってるんだっけってたらこうだよなとこの考えながらやってるかってことこれがね見落としやすいんですよあの直前期の学習って考えながらの学習じゃないんですどうしてもマランキア中止になっちゃうんですよでこのマランキの学習が続くとね。 本当に勉強してから嫌なんですなんで考えながらってことを意識してほしいんですじゃあ今度左下いきましょうパターン7基準点は超えたでもダメだったそして学習状況としては正直やってないというかやれないというかやりたくないアドバイスはやらんでいいです あのね、もうこのレベルの方でもう今学習したくないっていうのはね気持ちは分かるんですよもう受かってるだろうと思って結果見てダメだったってなったらね普通は酒に溺れるんです酒に溺れたりとかねもうすべてが嫌になって他のことに走っちゃうんですよもうそれは当たり前だしそれ止める必要はないですむしろその状況であの無理に学習をして勉強が嫌いになる僕もともと嫌い えもう勉強が嫌いになるぐらいだったら一旦やめてほしいむしろやらないほうが絶対得意ですいいと思うんですやってほしいのは目標学習再開時期を決めることそして学習計画を立てることもうそれやったら一旦止めてくださいちょっと今言う話じゃないんですがちょっと今日とある合学者になったのでお話したいと思いますその方受験回数が 10回にななったそうなんですで3回目以降全部基準点を超えてるんですってで去年は総合落ちでその前はじゃあ去年は総合突破したけど記述の基準点落ちでその前が、えっと、総合落ちでその前もずっと総合落ちかどっちかがダメだったとか。 なんでできたのと聞いたんですよいったらねもう意地だって言ったんですねでやっぱりその話を聞いていくと年内なんて普通に勉強できないってなのでこのパターン7の方もう無理に今勉強しないでください で一番下これ、今のうちに改正情報だけ集めてください民法の青年関係の改正およびその条文そのあたりだけでも何とか拾ってくださいでもしちょっとこのあたり弱いという方ぜひあの法務省か何かでホームページ探していけば民法の改正条文出てますそんなに多くありませんなのでぜひの改正条文だけちょっと当たって自分のテキスト直してほしいんです。 成人年齢が18になってるとか、成年犠牲がなくなってるとか、養子の、養親の年齢制限は20歳になってる。成人じゃなくて20歳になってる。とか、改正の情報を自分のテキストに当ててってほしいんです。そして一番下。年末にちょっと模試は受けましょう。年末に。 こちらなんですが、生クラスの方だとパンフレット一番後ろ。えっ、ー、と、他の方、えっ、ー、と、番所、あのレジュメの六ページを見てやってください。えっ、ー、と、毎年夏クリスマスの時期なんですが、実力判定模試と診断模試というなっています。で、こちらの方が。こちら主要科目だけ。主要科目だけに絞った。 模試を行っています。え、記述卓一三十五問と記述二題、総合成績も出ます。そしてなおかつ、まあちょっと値段を見てほしいんですが、千円です。一定の方であれば千円という価格になってます。こちらで今の自分の立ち位置を見てほしいんです。今の立ち位置を見てほしいんです。で。 それに合わせてその下の方に私のなんか写真が載ってるんですがじゃあ今何すべきなのと,ということを私このガイダンスで27日以降ねウェブガイダンスで行いますのでそれを見てあここから6か月何がいるのかなってことを考えてくださいよいしょ切り替えましょうか 以上が年内の宅対策とということになりますもちろんあの全部が全部こなせるとは私も思ってませんし結構理想値のことを言っていますでもこれは採用したいなとかこの目標はやってみたいなというのがあればぜひ使ってみてくださいあごめんまだあったまだあったごめん <laughs> ごめん5ページまだ見せてごめんパターン8だったごめんなさいパターン8ごめんなさい何個かしてもらったパターン8かったすいません 忘れてました、えっと、パターン8すいません、えっと、基準点を超えたという方は、ね、多少学習始めてえ学習2時間以上やれているという方目標値は今年の4月まで持っていくパターン6とほぼ同じですただその下主要科目マイナー科目の方ですが昨年触れていたアウトプットの問題を一通り解くことでその下意識してください 弱い部分に時間をかける。ここ一番の目標にしてほしいんです。弱い部分に時間を設ける。で、あの二つほど説明します。まず一つ目は、えっとぜひね、あの低品質なり過去問集でいいです。あの目次を見てやってほしいんです。目次を見て、あ、俺これやだなって思うもの。ってあるかな、あの。 不動産登記法パッとめくる所有権保存所有権移転相続所有権移転特定依存はね、うん、今日定定権変更設定年定等権設定変更仮 <laughs> 要益権判,判決によるとき仮処分仮がつくためで仮がつくためでとあのー、結構この試験って何だろう,こう印象で変わるんですよ何だろう、あのー、つくづく思うのが 先取り特権って出すと正徒率下がるんですよなもう先取り特権で見る瞬間ちょっとすまんそういう時私いいんですかもうその始めの時はもうこういうふうになっちゃってそれで出してる論点が普通なのに点数が悪いんですよあのね嫌いな論点を好きになるのは無理です絶対無理ですでも嫌いだけど解けるようにすることができるんですよあのいつも言ってて今でもねこう思い出すのが私受験生の時にね 区分建物がもうダメだったんですよもう区分建物ってみ味じゃなきゃいないああもうダメだ絶対みたた多分解けない多分解けないああ分かんないああ分かんないあ,あやっぱ間違えたってなったんであのね受かった年の正月のね2日間区分建物にかけたんですあの団体になかった2日と3日区分建物だけやったんですよ区分建物過去問と当連しかなかったんです でしかもねあれでも思ってるのは確か3回は回して覚えられますで3回回したかったのがあ大体出るのは同じだなとで好きにはなんなかったんですもう最後まで好きになんなかったんですけどでから1週間経ってやってみたらやっぱ解けるんですよあの過度にやれば好きにはならないけど解けますあの今の話ちょっといろいろあるのがあの この試験ってやっぱり一個一個個そそんんなな難しいいもんってそうはないんですよやる範囲が大きすぎるから結局潰しきれないんですよねでそれが分かっていたのでじゃあ過度にやってやろうと弱いもんだけ過度にやってやろうとってやったらもうそっから先区分建物はまず間違いなくなりましたなんでぜひこのね弱い部分に思いっきり時間かけるってことやってみてほしいんです で学習時間、平日、不問です、もう特にやらなくてもいいぐらいです、休日だけに時間を特化するでいいと思うんです、補足のところは上の方と同じになります。以上で、ちょっと択一的な対策はこれぐらいにしましょう、ちょっとページの方は6、7ページぐらい開けまして、少しと軽く手足、首ぐらい回しましょうか。 じゃあ次は記述対策の話に行きたいと思います七ページの方第四章を見てください記述対策についてとまず冒頭ですが年内の必達レベルはありませんぶっちゃけ年明け以降でも全然問題ありません 規律ってやればやるほど点が伸びるという代物じゃありません卓一はやればやるほど点が伸びますでも規律ってそういうもんじゃないんですよでまたまたこれ早めにやらなきゃいけないっていう理由はどこにもないんです一方卓一ってやればやるほど点は伸びるし卓一ってやっぱ早め早めに対策立った方がいいんですよ ってなると均一自体で年内ここまで持ってった方がいいっていうのはいろいろ考えたんですけどないんですそこでちょっと皆さんにはねこれ3つほどパーツを分けましたどこまでいけばいいは特にないですただ勉強としては3つのやり方があるよと3つのパーツがあるよと左側何をやるのとひな形簡単な演習 本試験レベルの演習間違いノートを作る右側いつやるの平日ずっと平日確実休日だけた、どれぐらい時間かける30分1時間2時間これを決めといてほしいんですよ年内の期日何をやるいつやるそしてどれぐらいの時間をやる でちょっとアドバイスをいくつか言うと例えばこれ本試験レベルの問題演習を選んだ場合はどんなに頑張っても30分じゃ無理です下手すれば1から2時間かかっちゃいますでこれを選んじゃうと平日毎日やると他の勉強死にますおそらく休日しかできません逆にこのひなの学習を 毎日やってしかも2時間も取ると飽きます確実に飽きますなのでちょっとこの点一つ補足をしますじゃあその上でさあどれをやるべきでしょうこれねやりたいものはどれ直感で直感で やりたくないのはどれそれそを選んでくださいいやりたいものか一番やりたくないものかそれを選んでくださいやりたいと思っているものはそれをやった方が学習効率が上がると思っている可能性がありますやりたくないっていう持ってるのは弱いからやりたくない弱いからやりたくないと思っている場合が多いんですだとしたらそれも選ぶのありなんです ややりたいものを選ぶかやりたたいいももののををを選選ぶぶかをどっちかくなどっちかで決めてください。ただもしこれやりたくないものもちゃんと自分で理由つけられないんです例えば自分の持論はひな形っていう学習は私いらないと思ってるんですひな形学習はもともといらないと思ってるからやりたくないそれはもちろんそれは採用する必要ありませんそれとかね本試験レベルの問題を今やる必要は絶対ないと思ってるとだからやりたくないそれは選ぶ必要ありません でもねやんなきゃいけないの分かってるけどひな形やりたくないなって思ってるんだったらそれを選ぶべきですそんな感じでどれをやりたいやりたくないかで選んでみてくださいでもしこのひな形ってことを選んだ場合はもちろん時間はもう30分程度に努めるべきです,そ,ですそのひな形だけにね2時間3時間もかけるべきじゃありませんそしていつやるかっていうのも毎日でもいいと思うんですけど確実 でもいいと思うんです休日はもったいない,休日はもったい,ないでもしご自身でできればいいんですがご自身でやりづらければこちら真ん中下あたりにひな形だけの講座というのもありますのでこの辺りもぜひ参考にしてみてくださいちょっと書籍の古いんですがこちらのひな形コレクションというものこれを30分で攻略していくという講座になっています そして次この簡単な問題演習でこれでおすすめしたいものがこのページの一番下品質論点記述編というものです。え具体的に言うと今回のパンフレットの方で言いますと22ページになります。 あのー、毎年ちょっとこれを使って別の講座を私やってるんですがこれ本当にいい問題が多いんですよ。といの,の問題で論論点点ががベーシックななな本当にすすぐ入っっててるるかかかどうかは分かるようよ形式になってます問題形式は全くもって複雑じゃありませんでも聞いてる知識がああそこついてきたかとあそっかこれでこれ見ないと分かんないのかと,といった本当に大ースオーことを聞いてくるしでなおかつ私これ初級講座で採用してるんですが。 基本ですよ自分の初級講座の方にはこの問題をねちょっと別の講座で使うの自分の初級講座で配っていてでそれでこれを、ね、年明け以降ずっと繰り返しなさいとっていうほど本当に優れている問題だと思ってますオーソドックスで全分野がモ羅ラされてますのでおすすめします でただちょっとこれもおすすめしたいんですよ今ねひな型問題演習だってここ本試験レベルの演習あの特に今回ある程度までいって期日でダメだったって方期日でダメだったって方におすすめしたいんです。本試験レベル本試験の問題をできるだけ1問2時間かけて 満点を書いいててみてほしいんです満点の答案を時間設定が厳しい状況で解くのと時間がちゃんとある状況で解くのでだいいぶやることは違います一個一個完全に精査して勉強あの解いていくといろいろ見えてきますまたねその過去問で何年かやっていくとあ 聞いてる論点これ同じじゃないかって分かってくるんですまたね記述の過去問をどんどんやっていくと意外とななな形っっててそんんいいらないなって分かるんです。あの本試験が終わった直後は本試験の反省をするんですがでも本試験の研究をする方って少ないんですよ あのぜひちょっと記述だけでやられた方は本試験問題の研究を研究とか解いてね一問一問がっちり解くということをやってみてほしいんです。でちょっと今ある程度の採点の話が出てきましてちょっと皆さんにお話したいことがありましてどうも採点基準が、まあ、例年もそうなんですが今年も変でした。 あのちょっとある方の話を言うと商業って35点満点じゃないですかその,方その方ね3箇所間違えたのに34点なんですよ3箇所間違えてるんですこれってこっちがつけてる1問0点5点減点とか1点減点じゃないんだろうなとまた 5箇所しか書いてないのに8点もらってる人がいいんですよ。いや、その箇所だけ2点じゃないんですかいや、多分そういうレベルじゃないと思う。普段こっちが1個1個丸つけて1点2点で加算してますが、多分ね、1回点数つけた後に平均点取り直して平均点が低ければそこから加算してるはずなんですよ。思いません あの毎回基準点って大体偏差値50じゃないですかでしかも点数が大体30点前半なんですよなんでそんなのが毎年絶妙なことができるんですかねいや問題作ってるこっちだってこんなことできませんよってなるとこれ絶対点数じゃないと思うんです絶対点じゃなくて結局点数取った後平均点から点数をもう一回振り直してるはずなんですよ でつくづく思うのが記述って基準点を超える中で真ん中以上にいかなきゃいけないとこれが要求されていると思うんですじゃあ何がいるのかっていうのがだん,だん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 見えてきましたやっぱり自分の位置づけっていうのを当然模してちゃんと見ることです あのレックの模試の方では毎回あの本試験の模試の後に、えっとに「あなたは確率基準突破者の中のキーザー何位です?」って出るんですよ。でそれを見て半分いってるかどうか見てほしいんですよ。で半分いってなかったら何にダメだったのかと。実体判断のミスなのかそれとも表現で間違えたのか。そんなところをね見ながら。 なんとか半分以上にいくっていう訓練をしていってほしいんですまた直前期に近くなったらこの話はしたいと思いますが、えっと、基準点超える中の半分いかなきゃいけないってことを意識してくださいはいってこととあとごめんなさいちょっと言うのを一個忘れてる内容ありましたすいませんえっとページの方で言うとすいません3ページの方あ違った 5ページの方を見てやってください4でも5でもいいんだここで完全に1個言うの忘れてたすいませんえっとこのパターン56 特に、ね、78って結構時間短めに設定してるんです。というのが受験回数と学習時間は反比例しますあの受験回数が増えれば増えるほど学習時間を多く取るべきじゃないかとって思うところなんですが。 むしろ多く取れなくなってきます。あの私もそうだったんですが、受験回数が一回目でって一日十時間とは言わないんですけどね、掃除機でできたんですよ。でも受かった時ってあの直前期は別なんだけどね、直前期以外は一日六時間をやってもスーパーだったんですよ。よ休日で。このパターン六七ね、特にえっ、ー、と七六七八の方、六七八の方、まあ五も含めていいんですよね。 あの学習時間はどんどん減ると思ってください年数重ねれば重ねるほど学習できる時間は減ると思ってくださいで逆に減るのを覚悟してやってほしいんです減ったことを悪いと思わないでほしいんですよだから去年やってる勉強時間より減ってしまうんだと集中できる時間は減っちゃうんだということを前提に学習計画を立ててほしいんです はい、といったところでほとんどおしまいということになります。まあ最後になりますがあと10ページあたりにちょっとした資料を入れました。えっと、近年のの学習傾向の変化を入れましたのでもうちょっとこの変更の経過、えっと、こういうふうに傾向変わっているよということ興味がある方ぜひこちらの方ざっとでいいです。もしよければ年度がね2年以上続いているもの例えば憲法だと1番とか憲法だと2番もそうかな。 こういった2年以上続いている傾向の変化についてはぜひ意識して自分の学習に取り入れてくださいそしてここで終わりにすると完全にああの赤松先生に殴られる要素がありましたえすいません完全に一つご紹介を忘れてました <laughs> 8ページすいません私も完全に忘れたなんかおかしいなと思った、えっと、今回赤松先生の方がよいしょこんな記述の講座を一つ立ち上げてます 1>, えっと、1日10分朝トレーニング100台とでここはすごいなと思ったのが雛形学習とと論点マスターを一挙にやるるいうことができる具体的に言うとこの赤松先生が作った証文それを解いていくという形になりますがこの赤松先生が作っている証文がひな型学習もできるしその部分の論点 の学習もできる一挙両得になっています。雛形だけがつまらない、そして論点学習だけがつまらないという方、ぜひ参考にしてみてください。ということで、ちょっと、ね、話がもういろんなところ飛んじゃって申し訳ございません。ちょっとうまくいけなかったのほど、えー、お詫びしたいと思います。したいと思います。以上で、私の方の本日の会談ダをいたします。あのー、今日の内容。もう、ここはもう嫌だと思うのは、絶対採用しないでください。で、聞きながら、このやり方は良かったな。このやり方採用してみようだであれば、ぜひそこだけにで、ね。 採用してください本日のガイダンスの方は以上です最後までご視聴ありがとうございました